自分との時間を大切にしながら大人になったなっていう気持ち、美味しいものを食べる、今でも憧れの場所。東京カレンダー、そうですね、前回がデートの撮影で、今回は一人で自分へのご褒美に、すごくこう自分との時間を大切にしながら美味しいものと向き合ってるっていうような空気感での撮影だったので、またさらにちょっと一歩違う形で大人になったなっていう気持ちになりながら、いつも食べているはずの、知っている中華なはずなのに、すごく新感覚で美味しい発見がすごくたくさんあったので、本当に楽しい撮影でした。好きです。はい、町中華のような中華も好きですし、でもよく考えてみると、中華ってイメージ的にはこう大皿にたくさん持ってあって、みんなで食べに行くものだったので、今まで、こういった形で一人でも中華をすごくゆっくり楽しめるんだなっていう、今日はすごく発見になりました。印象的だったのは酢豚です。外側がカリカリで、中は食べるともうお肉がホロホロって口の中で溶けてくぐらいトロトロで、ソースも本当に美味しかったですし、パンみたいな花巻きをソースつけて食べるところまで本当に美味しくて、最初出てきた時に1個すごく丁寧にお皿の真ん中に乗ってて、酢豚をこんなにこう1個味わって食べることって今までなかったなと思ったんですけど、もうすごい満足感でした。一つで酢豚の概念がちょっと変わりました。すごい人に教えたくなりました。もともと食べることがすごく好きなので、一人で食べる時も美味しいものを食べるっていうのは気をつけているというか、意識して、なるべく食事をする時間が楽しい時間になるようにしてますね。一人だとお家で作る時もお店に行く時もなかなか、一人だったら今日は簡単に済まそうかなとか、そういう日も今まであったんですけど、ここ数年はすごく自分の食事から取る栄養とか体のことも聞いて使うようになりましたし、そういう意味でも一人で食べる時もなるべく体が喜ぶもの、美味しいものを食べるっていうのは心がけてることです。大きいきっかけがあったわけじゃないんですけど、すごく体の変化を感じるようになってきて、すごくちょっとこう疲れやすくなってるなとか、今まではこうそれこそ胃がもたれちゃうみたいなこともなかったんですけど、割とそういうこう胃が疲れてるなとかっていう自分の体の変化に気づき始めてから、口から入るものっていうのはすごく大切だなって思うようになりましたし、コロナ禍を経て最近すごく友人とご飯に食べに行く機会とかもどんどん増えてくる中で、やっぱり誰かと一緒に美味しいもの食べるのって幸せだなとか、そういう時間を改めて取り戻したので、それもすごく大きいきっかけだったと思います。そうですね、すごく好きなエリアが神楽坂、飯田橋のあたりは上京した時からもうすごく通っていた場所で、今でも憧れの場所ですね。いつか住んでみたいなって思いますし、20代前半で通ってた場所だったので、今はちょっともうなくなっちゃったんですけど、銀霊ホールっていう映画館があってよく通っていたので、今また改めて自分が神楽坂も含めて20代前半とかで行ってたエリアにもう一度行ってみて、その時とは違うまた楽しみ方が、ご飯屋さんもそうですけど、できるんじゃないかなと思うので、また行きたいなってすごく思います。そうですね、もうすごく嬉しいことにすごくお店がにぎわっていて、行ってなかなかこうご飯食べれない日もあるんですけど、お母さんの顔見るだけでも私はすごく元気になるので、結構自分が上京してよく通ってるお店とかは
ぱりその店員さんに会いに行きたいとかそういう思いもあって行ってる場所が多いので、もちろんご飯もなんですけど、そういう意味ではすごくパワーをもらってますね、行って。なので一人ご飯も結構好きなんですよ。カウンターでご飯食べるのも好きですし、よりお料理のこと聞けたりとかお酒のこと教えてもらえたりとかそういう時間もすごく充実して好きなので、一人でご飯行くのも好きです。